まあ、一言で言ってしまうとですね、依頼者べったり型みたいなところがあるんですね。感情移入するっていうことは、その立場にこう非常に近づくっていうことなので、言い分が合致するんですよね。先生、ぜひ一緒に戦ってください。完璧ではないですから。それ全部賛同できるところばっかりであるはずはない。そうですね。私、根本的にですね、いろんな人と話すの好きなんですよね。で、まあ、これは私生活上もそうなんですけども、相談に来る方っていろんなこの立場の人がいて、本当に面白いところがあってですね、どんな、知らない仕事の人の内容をこう深く聞いてしまったりですね、あんまり関係ないのに、そういうのを聞いたりすることもあるんですよ。で、そこは、まあ、無駄なのかもしれないんですけど、その人の人となりのを理解するのには、まあ、役立ってたりするのかなと思ってですね。そういう相談者と話すのが好きっていうところからするとですね、やっぱさっきちょっと話したんですけど、人間完璧じゃないんで、相談に来て、こうなんですよ、これおかしいじゃないですか、ひどいでしょ、なんかこうすべきじゃないの、相手なんだとこんなこと言ってるんですよ、みたいなところで全部組みできないっていうか、その全てが賛同できないって、これはまずいないですよね。実際頭、まあ普通に正常に機能してればですね、そこおかしいなっていうところの全部がおかしくないってことはまずないんです。だからそうすると、実際その人に興味を持ってですね、話していくと、いい部分っていうのかな。その人が言っておきたいな、自分が正当じゃないですかっていうところについて、やっぱりいくつもこう集まってくるんですね。そうすると、そこの部分を一緒にこう共感してやっていくうちに、次につながっていくので、よく言うですね、法律相談、取っちゃいけない人を取っちゃったとか、取るべきじゃないものを取ると余計業務が煩雑になるよとか。話聞くんですけど、先ほど話したところからするとですね、賛同できるのがゼロだっていうことはないんじゃないかっていう話したんですけど、そこからすると全部受けておかしくないっていうことになるんですけどね。本当に2件ぐらいなんですけど、まあ結構前になりますかね、あと7、8年前かな。で、その時にお断りしたのは、自分ではもちろん言わないんですけど、どう見てもこれ統合失調症だなっていう人がいてですね、統合失調症の人は理路整然と話すんですけど、中身よく見ると、やっぱりちょっと、あれ、現実味がおかしいよっていうところでですね、まあ、例えばですね、まあ、自分はこの中国の方から、こう、ミサイルで狙われてるんだ。まあ、はっきり言わないんですけど、そこから変な空気を流されて、自分のところにこう、及ぼそうとしてるんだ。自分がこう家に帰ったら蛍光灯がボンとこう落ちてきた。で、それは警察がこう少しのこう揺れでね、落ちるように設定したんだとか言い出すんですよね。だからそこからピンときてですね、あ、ちょっとこれやばいんじゃないかなみたいなところでですね、まあ実際は面白いんで、その話相談2時間ぐらい聞くんですけど、最終的にはいや、ちょっとこれはあれですねなんていうところでお断りしたのが本当に2件ぐらい、16年2件ぐらい、本当に例外中の例外っていう、まあ、そういうぐらいしかないと思います。事件が終わった後にですね、その依頼者の方と、まあ、飲食っていうんですかね、もう終わりましたねっていうことで、ちょっとどこかにこうご馳走になったりすることあるんですけども、その時に、ちょっといろんなこう法律事務所を回ったけど、私に頼んでいただいたっていう時にですね、なんでなったのっていうことを聞いたりしたことあるんですよね。いろんなとこ聞いたときに、やっぱりこう、そういう法律問題だからみんな知ってるんで、やっぱり難しいですっていうことを言われるんだけども、先生もね、もちろん難しいんですってことは言うんだけど、いや、こういう風にしてみたらどうなんだ。難しいんだけど、可能性低いかもしれないけど、こうやってみたらどうなんだっていうことでやってみましょうみたいなところがあった。それは他でなかったっていうことを聞いたことはあります。まあ私が意識しているところではですね、否定語マイナスの言葉で終わらせない。まあちょっと他の動画のところで言葉の話もしてるんですけど、難しいですねとか、いや、これはちょっとしくじりましたねっていうような話でですね、終わらせないという意識はあります。まあこれはちょっと、まあ真剣なんかね、とてもなかなかお父さん取りにくいっていうことは、まあ現実としてあって、それが取れますよっていうことは、これ嘘になったりするので、そういうことは言わないんですけども、現状として、あなたがもう真剣取りたいっていうふうなことを一番やってみて可能性が高いとすればこれじゃないの。でもこれができるとは言わないよ。でももし確率を上げるとすればこれだよ。それがダメだった時のことも考えておかなきゃならないねっていうことで、その時は押し込んで、そして面会交流いい条件飲ませましょう。そういうベストの提案をこう提示するんですけども、真剣難しいですよ。これはもう現実的にそれをやっても無駄だから。
だから面会やりましょうっていうのとですね、ちょっと違う。まあ一旦これをこう攻めてみましょうっていうところを提示して、依頼者がね、いやこれちょっと難しいからこの方法もこの方法も、いやこれもこういうリスクがありますねっていう話でこう終わるとですね、やっぱ迷ってしまう。結局何をすればいいんですか？だから必ずベストな提案は自分で提示するようにしてますね。で、いろんな場合分けあるとしても、これをやってこれダメだった時もあり得る。その時はこうしてみよう。これもダメだった時はこうだろう。最終的にはこうだ。これ以外ありますかっていうところで示すと、実務経験と知識の中で話して、これがベストだよっていうところについて、いやいや、これ先生違うじゃないですか。っていうところになることはまずない。だからそこは、あとはあなたの判断なんだけども、私に任せてもらえば、そこのベストを尽くしますよっていうところで、ぜひお願いしますっていうところにね、言ってくれることが多い。負けることも十分あります。で、訴訟なんかでもですね、結構無理筋なんかもね、受けたりして、そのまま書いてですね、その路線で行くんだけど、裁判官から軽くあしらわれて取り下げを打診されたり、もう相手にされなかった、負け筋がひどい時はですね、そういうこともあるんですけど、そこはもう戦いますね。実際に一回、取り下げの要請された時に、一回目の記述からそんなのおかしいじゃないか、これから証拠とか出していくんだよ、それなのになんで1回目ですかっていうことを言ったら、高圧的なことをいろいろ言うんですけど、おかしいじゃないかってことで、じゃあそんな裁判官変えた方がいいっていうことで裁判官忌避の申し立てをしたりです。それは依頼者にとっては自分の言うことを言ってくれた結果、第三者のね、中立な裁判官がそんなことを言って、あ、これはダメでしたよじゃなくて、おかしいよそんなの、最初からこんなのちゃんと審理しようとする気はないじゃないみたいなところでね、そこで戦って、それやっぱり行き過ぎてたっていうことでですね、その裁判官忌避は認められなかったんですけども、その次の期日の時に、その裁判官と新しい裁判官が二人で法廷に現れたんです。で、それで、その昔の裁判官は一言も発しなかった。で、その後に、その新しい裁判官にスッと変わっていった。これは忌避を認めるわけには裁判所としていかないけども、事実上、ちょっと行き過ぎたんじゃないのこの人っていうことで、現に変えてくれたっていう、実際上の成功例なんですね。そういう、事例があってですね、実際に私もですね、この負けそうだなっていう事件もこうやって戦って一瞬で負けることっていうのも、あるんです。結構あります。で、その後に、でも、その依頼者の方ですね、負けたからこれダメだと。先生にやったけどダメだからこれ何かがおかしいんじゃないかっていうことで、次別な弁護士を探すというケースは結構私割と低いんです。そのおかしいじゃないですか。これやったけどここで負けた。だったらこういうふうにやってみよう。裁判所がね、参審制があるんだから、一回で諦めるわけにいかないよっていうことを、ぜひまたお願いしますっていうことでですね、控訴して、それでも負けたら上告をして、最近ですけどね、上告もダメだった時に確定したのに対して再審まで請求するというところまでやったケースっていうのはあるんです。だからそこまで支持していただけるっていうのは、自分の思いを十分に裁判所にね、伝えてくれたっていう、そういう満足感から信頼していただけているのかなっていうふうに、自己分析では感じたりするところなんですね。新人の弁護士さんとかね、即独立する方もいらっしゃいますから、その時にやっぱりね、その受任しないとそのまま運営っていうのは難しくなったりするから、受任するにあたってですね、どういうふうにすると依頼者が頼んでほしい、お願いしますっていう風になるかっていうのは、少しでもね、ヒントになればという風に思うのと、皆さんいろんな仕事してるじゃないですか。で、そこで物を相手にする仕事、いや、人を相手にする仕事もたくさんあると思うんですよね。私がその、実際その人を相手にする、仕事なもんですから、そういう形でですね、その人と一緒にやるためには、賛同できる部分をっていうことを、申し上げたんですけども、その方が一体感が生まれるというかですね、やる気も出てきますよね。だそれは、いろんなところでですね、人を相手にする仕事だったら、その人を嫌うよりも、好いた方が絶対いいんですよね。営業さんとか、いろいろ、お客さんと接することもあるかもしれない。で、その時に、一つのね、人間って感情を持つ動物ですから、その人に共感していくっていうんですかね。そこは、別な仕事でもですね、もしかすると、生きることなのかな、思ったりする次第でした。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、
コメントをよろしくお願いします。